はい、続きまして、はい、博多の白うさぎさんからの投稿です。はい、あけみさん、うさぎ先輩、うさみむの皆さん、こんばんは。こんばんは。3月20日は、はい、チッチ、過去いちごの誕生日でした。チッチになったんだ。今回はその模様です。はい、1歳になってもいまだおてんば盛り、まともに抱っこもさせてくれず、月に一度は歯形が残るほど噛まれ、うわ、病院行っても先生が手を焼くほど大暴れ。すごい。部屋ん歩中は興奮するとチッチ、チッチしっこを巻き散らします。チッコのことね。なんかチッチッチしてる感じだもんね。とはいえ、お迎えの頃よりはおとなしくなり、はいはい、妊娠ごっこも2回経験、うわーすごいな、マフマフもできて、お姉さんらしくなりました。はい、よく食べ、よく出し、よく寝、よく遊び、大変嬉しいのですが、はい、もう少しおとなしいレディーになってください。はい、今回の見どころ、はい、バースデーケーキを頬張るチッチ、おまけ、はい、いちごのあだ名、チッチの由来ですが、いちごの血と、しっこをあちこちにチッチチッチするので、巻き散らすから。そういうことなんだ。なるほどね。いちごのチも一応入ってんだな。チッチ、はい、チッチとサリーって昔なかった？いつの話ですか。あったよね。いや、そこまでは漫画がね。いや、そこまでは勘弁してください。いやいや、あれ実写版もあったけど。うわ、そこまでは勘弁しまってんすよ。カジュさんいないかしら。ほら、みんながあったあったって。本当にあったよね。知らないのか。おお、これ生田綺麗だよ。ほら、なんかさっきの、みかんちゃんの和風でさ、こっちはなんか洋風って感じじゃない？これは生なんだよ。そうそう、さっきのは干物なんだよ。そうそう、干物。干物。干物。でも意外と美味しいよね、干物もね。え、うちのポアロなんか干物ばっかりだよ。生物食べないもん。てか食べさせたことないけど、カリ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 ってね。やっぱりよそ持ってって食べるんだ。ほら、干物味見したけど美味しかったって言ってるじゃん。おー、ほんとだ。美味しいんだって。1歳の誕生日おめでとう。いいね。ほら、アイラビットさんのやつあるじゃん。いちごとかさ、乾燥したやつ、あれバクバク食えると思うよ、多分。食べられるもんね。でね、自分のところで作るやつは、いやいやそうに食べてる。全然食べ方が違う。まあね、それはしゃあないですよ。ね、はい、はい、ありがとうございました。では続きまして、柴さんからの投稿です。視聴者視聴者言えた、プレゼントありがとうございます。今回は当選したパパイヤの葉とシュウくんの写真です。はい、さて、シュウくんの名前の由来ですが、名前から考えている時、テーブルに置いたシュークリームから取りました。シューマッハじゃないんだね。シュークリームの色と毛の色が一緒だったので、シュークになりましたということで、シュークです。はい、あー、なるほどね。いいよね、美味しそうで、いつも。あ、びっくりした。一緒にシュークとシュークリームと釣ってるかと思っちゃった。これはパパイヤの葉。なんだっけ、天野さんだったっけ。秋口だ。何、天野さんって。何、なんとなくそんな名前だったな。すごい、すごいな。ああ、唐突に出てくるところが素晴らしい。視聴者って言われてる。何、なんだって。視聴者。そうじゃありません。確かに、確かに言ったよね。2回目ぐらいに言った。うまく言えないんです、こういうところ。あ、誤解を与えてしまった。見た、柴さんのやつちゃんと見てた。見たよ、見たよ、ちゃんと見たよ。よしよし。葉っぱ、パパイヤの。そうはい、はい、ありがとうございます。続きまして、ふわりさんからの投稿です。ふわりさんじゃないんだ。ふわりさんじゃないんだ。なんで？ふわりさんって言ったもん。よくわかんないや。松たか子の歌でも桜ふわりってあるじゃん。知らない。ふわりさんからの投稿です。はい、うさぎの名前ピーター。ピーター君。長野県に住んでいるピーターです。はい。
餌をくれる人にしか懐きません。実は、うん、ピータは捨てられたウサギでした、うんあららうん、もうすぐで殺されるところ家族で相談し、うん、飼うことになりました。あ、よかったねピータ君。今では家族の中で一番の暴れん坊です、うん、暴れん坊将軍。でも毎日楽しくのんびり過ごしています。いいですね、うん、わありがとうございます。今日いるのかな、ふわりさん、うん、どうだろう、ふわりさんいたら押してあってくださいね。はい、ピータンじゃないの。ピータン。おお。真上から。ピータン。でも綺麗なウサちゃんじゃんね。うん。開きて。着物にずっとないから。むちゃくちゃいってるね。誰？ん？誰？ママ太郎さん。ママ太郎ワンって書いてある。ワン？ツーもあるの？あ、ツーもある。あらら。本当ですね。今度ぜひあの名前のね言われを送っていただけると嬉しいな、うん、ですね、うん、はい、はいはい、ありがとうございます。はい、ではゆっちーさんからの投稿です。もうレギュラーになっちゃいましたね、うん、うさぎの名前、今日はいないんだよ、うん、今日はいないんだよ。あ、本当、いるの男の子、いるんだ、ロップイヤー、うさぎ先輩、原田さん、うさめ部の皆さん、こんばんは。ジョニーさん、前回はとても素敵な BGM をありがとうございました、うん、あの後旦那にエースの帽子のことがバレてしまい怒られるかと思いましたが、うん、エース見えてるじゃんってと、私以上に親バカならずうさぎバカになってるみたいな、メロ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 ウいいよね、うん、をまともに食らってしまったみたいに、なんだそれ、写真と動画をにやけながら、はい、石化していました。石化ね、あ、石化って言うんだ、うん、石化じゃなくてね、うん、失礼、ワンピースわからない方、はい、意味がわからなくてすみません。いえいえ、さて今回はまっちゃんがくれた帽子で撮影したものと、初散歩に行ってきたことを投稿しますと、うん、いうことで、すごい、もう初散歩も体験してすごいな、早いな。まっちゃんがくれた帽子、うん、うん、帽子 あるんだ、ちょっと見てみましょうよ。消えた、あ、あら、あ、来た、あ、また止まった、あ、なんか来ましたね、皆さん、うん、ああ、来たね、よかった、あの帽子のことね、まっちゃんが開けた、あ、すごい似合ってるじゃん、すごいすごい、この目いいじゃん。あ、すごい、なんか編集の仕方もなんかすごいですね、うん、どうしちゃったあのお姉ちゃん、あれ言っちゃった。よくこの服着とんな。お気に入りやん。うん、すごいすごい。あ、そうか、声入ってたんだ。何言ってんの。うん、すごい。あ、誰か映ってる。あれ、まっちゃんじゃん。あ、まっちゃん違うでしょ。それは血はどっかでつながってるからさ、似てるかもしんないけど、え、何串かけるねって、何これ串って書いてない、何だろう。ペロペロ、すごい、ちょっと帽子ずれてる、そんなことない。すごいな、もうさ、お散歩だよ、すごいね、できるんですって。え、いや、できない子もいるんだよ。すごい、おおおお。すごく上手じゃない、ねえ、ね、素晴らしい、すごいね、わっちゃん。まっちゃんがな、うん、いやー、びっくりしましたけど、ね、素晴らしいです。そんな特技があったと。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、
では行きましょうか。では続きまして、はい、花子さんからの投稿です。はい、うさぎの名前コロン、はい、男の子、はい、ミニうさぎ、はい、うさめ部の皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。あチャットネーム花子ロンです。何今の何に書いたの分かんない。そんなどうしたんだろうね。今日は今日はなんかみんなおかしいね。私たちも、うん、私らはいつもか日に日に春らしくなってきましたね。そうです。そうかな。私も含め花粉症の方は辛い時期ですが頑張りましょう。そうですね、うん、コロンの大感冒時代もそろそろ落ち着いてきました。良かったです。良かったです。今日の投稿写真は、はい、大変な感冒を楽しもう楽しもうという写真です。なるほど。というか、うん、ただ丸めた毛でコロンをおもちゃに遊んでただけ名付けて、うん、毛帽子遊びです。あ、そんなん取れるんだ。こんばんは。どうしちゃった何回読んだの、ね、なんでだろうね。言いたかったんだ。ミニチェンです。あの上にあるやつ。そうなの。すごい。カツラになってないリーゼント。よろしくって書いてあるのかね。もうなかなかあんなに溜まるんだね、やっぱね。でもいい感じでしたよ、うん、すごく、うんうん、素晴らしいの、ねうん、はい、だって遊ぶ心があるのはいいね。あ、そうね、うんうん、まあね、うん、はい、はい。